それでは定例記者会見を始めさせていただきますまずはじめに項目にはありませんが待望のミライオンがいよいよ明日10月9日あ失礼しました10月5日土曜日正午に開館します当日は午前10時からミライオン多目的ホールで関係者による開館記念式典を開催しますさらに午前11時55分から メインエントランス前で、ご来館の皆さんとともに、開館式を開催します。また、開館を記念して、午後2時30分から、教育改革実,実践課の藤原和弘氏による講演会を開催します。多くの皆さんのご来館をお待ちしています。えそれでは、項目に入ります。まず、 第27回大村健康福祉祭りの開催についてです。10月6日日曜日午前10時からシーハット大村で大村健康福祉祭りを開催します。これは健康づくり運動や福祉活動を体験し市民の皆さんに健康福祉の意識を高めてもらおうと開催するもので47団体が参加し 様々な体験ブースや催しが行われます会場では特定検診、がん検診や体力測定、ニュースポーツが体験できるコーナーもあります。子どもから大人まで楽しく参加できる内容ですので、ぜひご来場ください。次に、大村市近婚記念祝賀式についてです。10月9日日水曜日 午前10時から桜ホールで結婚50周年を迎えられた市内在住のご夫婦を対象に大村市金婚記念祝賀式を開催します今年は26組のご夫婦に対しこれまでのお二人の歩みを祝福して祝賀状と記念品を贈呈します次に 福祉ソフトプレゼンツ大村湾絶景ライド2019の開催についてです。10月13日日曜日、海フェスタ大村湾のメインイベントとなる大村湾絶景ライド2019を開催します。県内外から約700人が参加し、大村湾の絶景やエイドステーションで提供される大村湾流域 5市5町の特産品を楽しみながら自転車で大村湾沿岸を駆け抜けます3回目となる今年は自動車専用道路の再開パールラインを自転車で走行し新再開橋からの絶景も堪能できるコースを設定していますまた新たな取り組みとして協賛企業である全日本空輸ソラシドエアー 日本航空がそれぞれの企業の特徴を生かしたエイドステーションを運営され参加者だけでなく応援者やボランティアスタッフ地域住民に幅広く PR するエイドジャックが行われますさらに当日は第5世代移動通信システム 5G の実証実験を行いますこれは、 ソフトバンク株式会社が大村市役所に臨時基地局を設置し 5G を利用した 4K 映像データの伝送の実証実験を行うものですなおこの実証実験はタッチ点双方向通信によるものとしては全国初の取り組みでありこの模様は YouTube で生配信されますイベントの開催に伴い 市内でも午前中を中心に多くの参加者が通行しますので沿道での声援をよろしくお願いいたします次に第55回大村市民スポーツ大会の開催についてです10月13日日曜日市内各所で市民スポーツ大会を開催しますソフトボールバレーボール ソフトバレーボール、グランドゴルフ、ゲートボール、ボーリング、およびサッカー PK の各競技で熱戦が繰り広げられます。また、今年から新たにペタンクを新設しています。本大会の総合開会式を午前10時から c ハット大村で開催します。その際、大村市、体育協会、体育功労省、 スポーツ賞などの表彰も行います市民の皆さんの熱い声援をお願いします次に森園花フェスの開催についてです10月19日土曜日から20日日曜日までの2日間森園公園で森園花フェスを開催します市民の皆さんに 花花へのの関心をを高めてていいいいただくとともに花いっぱいの大村を目指しし毎年開催しています会場には市民の皆さんからご応募いただいたミニガーデンやコンテナガーデンの作品展示のほか草花寄せ植え体験教室やミニ動物園など家族連れで楽しめるコーナーを設置します。 ぜひお出かけください。次に、令和元年度大村市教育功労者表彰式の開催についてです。11月1日金曜日午前10時30分から、コミュニティセンターで大村市教育功労者表彰式が開催されます。このの表彰は本市の教育振興、学術及び その他文化の振興に特に寄与した方々を表彰するものです。今年度は三十八人が表彰されます。え次に第十八回牧場祭りの開催についてです。十一月二日土曜日午前十時から高輪谷牧場で第十八回牧場祭りを開催します。地産地消の推進や 消費者と地元農家との交流を深めるため大村さんの長崎和牛豚肉卵などの試食や販売が行われるほか牛の血絞り体験や牧草投げコンテストなどを実施します今回の長崎和牛の試食や販売は4月に誕生した新たなプレミアムブランド長崎和牛 プレミアム検王を予定ししていいます皆様ぜひお越しください次に、ローマ教皇来日来先記念シンポジウムの開催についてです。11月3日日曜日午後2時から、公立区コミュニティセンターで記念シンポジウムを開催します。これは11月24日に予定されている ローマ教皇の来先に合わせて、本市が天正犬王少年施設や、世界遺産、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産にゆかりのある町ということを広くアピールするために開催するものです。当日は、前大浦天主堂キリシタン博物館研究部長、大石和久氏による基調講演のほか、パネルディスカッションを行います。 皆様の参加をお待ちしております。次に、新幹線新駅の駅名案公募についてです。令和4年度に開業する九州新幹線西九州ルートの新幹線新駅の駅名案を募集します。募集期間は10月15日火曜日から12月1日日曜日までです。 応募された駅名案は大村市新幹線駅名等検討委員会で選考の際に参考とされその後委員会で選考された駅名案は市へ提案された後市から JR 九州へ要望することとしています皆様の応募をお待ちしています最後にこれからの行事予定などについてです10月18日 金曜日午前10時30分からシーハット大村メインアリーナで長崎県戦没者追悼式が執り行われますご遺族や来賓の皆様をはじめ約2200人が参列し戦没者の追悼と高級平野を記念しますまた第21海軍航空省に対する大空襲などで犠牲になられた方々を 慰霊するため10月25日金曜日午前10時30分から松並2丁目の慰霊塔公園で第21海軍航空省殉職者慰霊祭が取り行われますご遺族や関係者約100人が参列する予定です次に10月27日日曜日9時45分から 野岳湖公園ロザマタ広場を発着点として第18回大村市民ウォーク2019を開催します爽やかな秋風に吹かれながら野田湖周辺の自然を満喫する大村市民ウォークは棚田展望コースの6.5キロと大村湾展望コースの11キロの計2コースを設定しており市内外から合わせて約15キロ 三百六十人が参加する予定です。最後に十一月三日文化の日。午前九時四十分から。シーハット桜ホール駐車場で。大村秋祭り。ご当地自慢グルメフェア in 大村が開催されます。今年も郷土芸能の披露や。ダンスバトルなどを行う大村秋祭りと。 県内38店舗のご当地グルメを食べ比べるご当地グルメフェアが同時開催されます。芸術の秋、食欲の秋を皆さんお揃いでお楽しみください。以上で定例記者会見の説明を終わります。よろしくお願いいたします。